ちは、脱力系マクラビチャンネルのやっちゃんです。今回はサクサクの米粉クッキーに酒粕レーズンというのを挟んだ酒粕レーズンサンドというのを紹介します。レーズンバタークッキーってあれ美味しいんですけど、食べるとね胃にもたれちゃって、調べたら結構カロリーがやっぱ高いんですよね。まあだから重たいわけなんですよね。そこで今回はバタークリームの代わりにバターの3分の1のカロリーの酒粕を使います。酒粕はカロリーが低いだけじゃなくって美肌効果とか、あとダイエット効果が高くってとっても嬉しい食材なんです。そんな酒粕とレーズンを合わせた酒粕レーズンというものがあって、先日こちらも動画でアップしているんですけれども、これを使って体に優しいギルトフリーなクッキーを作っていきたいと思います。このチャンネルでは健康によくアレルギーの方も食べていただけるようなビーガン対応のお菓子や料理を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.ボウルに米粉と片栗粉、そしてアーモンドプードルに塩と甜菜と粉類をね全部入れて、ここでよく混ぜます。混ざったらここに菜種油を加えます。油は植物油だったら何でも大丈夫です。これをよく混ぜて、手で油の粒を潰すようによくすり混ぜていきます。粉の塊がなくなってサラサラになったら、ここに豆乳を加えて生地をまとめていきます。水分が多くなりすぎないように豆乳は少しずつ加えていってください。このくらいにちょっとホロホロっとする程度にまとめれば十分です。まとまってきたら、2つに分けます。ラップに挟んで長方形に伸ばしていきます。少し広がってきましたら、これを13センチ×20センチに広げていきます。一応ねガイドラインの紙をね切ってあるので、これに合わせてね伸ばしていこうと思います。このくらい広がってきたら、このガイドラインに合わせてカットしていきます。こんな感じでカットしたら、これを上に乗せてしまって、この端を少し切り取って、これも中に入れちゃいます。これで枠を作っちゃいます。方はもうこれにピタッと合わせて止めてしまって、そしてこの部分だけ生地を伸ばせるようにしておいて、逃がすところをねここだけにします。そしてここをピタッと合わせて、これで伸ばしていきます。こうすると無駄なく生地をね使って伸ばすことができます。こんな感じで
13センチ ×20 センチのシート状に伸ばすことができました。でもう一つの方も同じように作っておきます。はい、2つともこの型にぴったりに伸ばせたら冷蔵庫で少し寝かせておきます。はい、冷蔵庫で休ませたら切っていきます。ガイドがあるのでガイドに合わせてここと、ここかな。できたらオーブンシートに乗せて170度に予熱したオーブンで焼いていきます。焼き上がりました。170度で10分、150度に下げてさらに10分焼きました。しっかりめに焼くとよりサクサクしてくると思います。とても脆い生地なので壊れやすいので、焼き上がったら天板にそのまま置いて冷えるまで置いておきます。クッキーが完全に冷めました。そうしましたら酒粕レーズンを挟んでいきます。酒粕レーズンの作り方はこちらの動画で詳しく解説していますので参考になさってみてください。クッキーの生地から少し溢れるくらいにのせます。そしてクッキーでサンドしましたらバターナイフのようなもので整えていきます。完成です。完成しました。酒粕レーズンがたっぷり挟まっています。では早速ね、試食してみたいと思います。クッキーがすんごいサクサクしてて、酒粕がこうレーズンと合わさってで、濃厚なクリームチーズみたいな感じで、お酒の香りがふわっときて大人向けのクッキーです。酒粕レーズンってそのまま食べてももちろん美味しいんですけど、このサクサクとこのクリーミーな感じの組み合わせっていうのが絶妙だと思います。レーズンバターなのかなと思って食べるとすごく意外性もあって、ちょっとお土産なんかにね持っていくのも驚かれて楽しいんじゃないかなと思います。よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。